皆さん、こんにちは。津山とオランダ、さらには津山と大阪大学の間には歴史的な関係があることをご存知でしたかこの動画では津山とオランダと大阪大学の運命的な関係性について説明します。 ここで、津山の歴史について、大阪大学の歴史と蘭学の歴史を交えて解説します。日本の近代化に大きな影響を与えた蘭学者、つまり、オランダからの書物により、日本へ先進的な知識を輸入した学者たちである、尾形公安、宇田川原神、三つくり原稿についてお話しします。まず、尾形公安は、現在の大阪大学の前身である、敵塾の創設者です。 次に、宇田川原神は、公安の師匠にあたり、江戸詰めの津山範囲でした。また、三國原歩は、宇田川家と同僚の津山範囲でした。尾方公安より11歳年上でしたが、出身が同じ岡山ということもあり、親しくしておりました。彼らは、19世紀の日本社会に大きな影響を与えており、その信仰は、現在の大阪大学と津山市を結ぶ。 ロマンティックなつながりを生み出す結果となりました。今日は彼らの業績とそのつながりについてもう少し詳しく解説します。次に大阪大学の歴史について詳しくお話しします。大阪大学は1931年に創設され、 その時点で日本で6番目の帝国大学となりました。この帝国大学制度は日本の高等教育を統制し、学術の発展を推進するために設けられました。しかし、大阪大学の歴史は、その創設年よりもはるかに古く、その源流は1838年に小型公安が大阪に開いた敵塾に遡ることができます。 的塾は西洋医学を教えるための学校であり、その後の大阪大学医学部の源流となりました。1949年には学生改革により、旧制大阪帝国大学は新制の大阪大学となりました。この改革は日本の教育制度を大きく変え、大学の役割と構造を再定義しました。大阪大学はその長い歴史を通じて日本の教育と 学術の発展に大きな貢献をしてきました。尾方コアについて深く掘り下げてみましょう。コアは1810年に足森藩（現在の岡山市）で生まれました。彼の父親は足森藩の藩主で、コアは 幼少期から医学の影響を受けて育ちました。公安は二十歳で江戸に移り、当時の乱法医の大家であった坪井神道の門に入り、さらに神道の師匠にあたる宇田川原神にも西洋薬物学を学びました。公安はここで研鑽を積み、多くの乱章読破、乱章翻訳し、乱学者として実力を深めました。 公安が江戸に来て4年後に原神は死去し、その2ヶ月後、公安は江戸を離れました。その後、公安は長崎に2年間留学する機会を得ており、ここでオランダ人に質疑を繰り返して、さらに蘭学を深めています。長崎留学後、公安は大阪に戻り、敵塾を開きました。敵塾の門人の中には、福沢諭吉など、 後の日本に大きな影響を与える人物もいました。また、この頃の公安は、原神からの異名であった病理学書の集大成として、病学通論をまとめ上げています。ちなみに、この病学通論において、日本で初めて健康という言葉が用いられており、これは公安の造語であると言われています。公安の大きな功績として、天然痘のワクチンの普及があります。 公案は蘭学者ネットワークを持ち、多くの困難を乗り越え、入手した貴重なワクチンの保存、普及に尽力しました。これは日本の医療史において重要な出来事であり、多くの人々の命を救いました。天然痘は世界で唯一根絶できた感染症です。 歌川玄心は、江戸めの津山範囲で、蘭学の発展に尽くし、翻訳の才能に引いてた蘭学者です。玄心は、1770年生まれで、公安より40歳も年上になります。公安は、玄心の門弟であり、坪井新道三つくり言歩も門弟にあたります。玄心が開いた私塾、風運動は、医学だけではなく、化学、化学、 自然哲学など、幅広い分野で日本の礎を築いていくことになります。原神の功績として、西洋医学を学ぶ者の,の入門書である違反抵抗を刊行しました。これは、神経、脳髄、心臓、呼吸器、消化器、生殖器、被膜などの項目に分けて、それぞれに分かりやすく説明しており、当時のベストセラーとなりました。さらに、 日本初の乱日辞書の編纂にも参加しており、また西洋の薬学を日本に紹介もしました。原神は晩年の4年間を江戸にて公安と共に過ごし、67歳で死去しました。墓所は岡山県津山市の大安寺にあります。 次に、三つ栗原帆とその用紙の三つ栗周平について見ていきましょう。三つ栗家は津山範囲で、原帆は1799年、津山で生まれ育ちました。尾方公安とは11歳年上になります。また、用紙の周平は公安の16歳年下になります。玄帆は22歳の時、藩主のお供で江戸に行き、そこで、 原神の門に入り、以後、洋学の研鑽を重ねました。玄保が津山出身で、公安が岡山出身で、距離が近いということもあり、二人は信仰しました。玄保は、門人の修兵を三國家の養子に迎えるとき、一度、公安の敵塾で修行を積ませた上で、正式に養子縁組を行っております。その修兵は、 1861年に外交交渉に随行して投資した際、師匠である公安の不死経イクンをオランダのライデン大学図書館に寄贈しています。原本の主な功績を紹介しますと、原本は幕府直轄の通訳となり、ピリー来航時にアメリカ大統領の新書を翻訳しています。 また、東京大学の前身ともなる幕府直轄の洋楽研究機関の教授にも任命され、日本最初の大学教授とも言われています。現在、津山駅には、玄婦の銅像が誇らしげに立っており、津山市民は津山出身者の原婦が、このような重要な職で活躍し、日本の近代化に大きく寄与したことを誇りに思っております。 そのように津山ゆかりの蘭学者は尾形公安と深い信仰しており公安も津山藩のことは特別視していたのではないでしょうか津山洋学資料館は公安と関係の深い宇田川家、三つくり家など多数の蘭学舎を紹介する施設ですここではオランダに関連する資料も多く所蔵しています興味が湧いてきた皆様ぜひ津山の洋学資料館にお越しいただき じっくりと時間をかけ、日本の信頼感に大きく貢献した19世紀の乱学の歴史に触れてみませんか。お待ちしております。